川下りの時の写真送って。あ、お前のクソダサ水着は撮ってあるよ。クソダサ水着。みんなあの日何があったのか覚えていない。君が変身してるんでしょ。あれってどういう意味だ。もしかして新庄さんも記憶がリセットされてないとか。あ、気になる。宇都宮に相談したいとこだけど、今日は法事で学校来てないし、立夏に聞くっていうのも。今日ナミコ部活あんの？うん、部会と午後練。合宿近いんで。じゃあお先です。あいつ茶道部なのに合宿あるんだ。ファース、帰んないの？ワーク提出こんなあるんですけど。まだ出してなかったの？せっかくの午前授業なのに。終わるまで待っててくれるよね、うん、お疲れ様です。くっそー、じゃあねー。あー、絶対おんね。だから自称進学はクソなんだよ。無駄に提出とか。うわ、何かよ。俺はグリッドマンを殺すために生まれた。だからグリッドマンが現れない限り、お前の命令を待っている。いや、命令とかないし。あ、そうだ、ちょっと待って。これ、響きゆうたくん。この子探して殺してきて。断る。前にも言ったはずだ。俺の敵はグリッドマンだけだ。いや、ちょっと聞いて。この子がグリッドマンなの。は？よーく見て。彼がグリッドマン。なんだと？わかった？ちょっとずるいけど、絶対殺してきてね。この子が死んだら、グリッドマンは二度と現れない。成功したら、またご飯連れてってあげる。わかった。あの子、本当に分かってんのかな。それってお金かかるんでしょ。そうなんすよ。だからね、僕言うたりました。財布が痩せる一方ですよねって。ねえママ。あ？これってマックスさんたちが買ったんだよね。うん、でもまたうちで買い取ってほしいって頼まれたから。何それ。まああの人たちお金なさそうだしね。ねえ、うん、せんべいうまっ。やつはどこにいる。うん。
あれ、いたんですか。ああどうも、俺今日は待機なんで。今日はっていつもじゃん。ああやっぱ学校で素直に立花に相談すればよかった。くそ。ねえ、あ、やっと会えた。誰？俺この子知ってる気がする。え、俺と会ったことある人？うん、似てるでしょ。誰に？忘れたの？ごめん、記憶喪失になっちゃって。君名前は？名前、私怪獣だよ。怪獣？いや全然わかんないんだけど。本当だよ。あ、私怪獣の家系なんだ。くさい。ねえデートしよう、おごるから。マジか。あ、久しぶり。雨の日に一回会ってるよね。俺に何の用だ。え、いや、お腹空いてる？もしかして中学生？私リッカ。君の名前は？アンチ。アンチ？ん？はい。ねえ、ちゃんとお風呂入ってる？お風呂？うん、お風呂。なんだそれは。マジか。こっちこっち。いい？ママに見つかると絶対めんどくさいことになるから静かにね。うん。うやっ！リカ？ただいま。早かったね。外さ、暑くて。ママ出かける？うん、ふん。お兄ちゃんの予備校忘れ物したんだって。じゃあお店を。ああ大丈夫、イケメン君に頼んだから。すいません、キーボードって他にもあります？ああ、そこになかったらないっすね。それなら安心だね。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。危なかった。よし大丈夫、行こう行こう。宇津美くんじゃん。新庄さん、どうしたのその格好。あ、今日親戚の法事で。何読んでたの？あ、いやその宇宙船か。あ、それは別にたまたま。ふーん。お、レッドキング。あ、やっぱレッドキングって三代目の造形いいよね。え、新庄さん怪獣好きなの？え、好きだよ。うっそ。だってかっこいいじゃん。珍しいね、女子なのに。男子でも怪獣が好きなのは珍しい方じゃない？確かに。あ、レッドキングってさ、全然赤くないよね。赤いやついたじゃん、パワード2。マジか。 EX レッドキングはさ、意外な展開だ。アンチ君はちゃんと学校行ってる？学校？あ、なんか複雑な事情ある感じ。
いつも何してるの？まあ、いっか。人間を。ん？人間を探している。人探しだ。でもそいつがどこにいるのかわからない。響き流すよ。はい、終わり。はい。ありがとう。はい、食べて食べて。あ、いや、悪いよ。いいからいいから。ほら、私お金いっぱいあるから。おお。何でもごちそうしてあげるね。やっぱ悪いよ。そんなことないよ。誰だ？ あっち。あ、うん。電車乗ろう。電車？この街外から見る。いいけど。何もないから。ん？何もないってどういうこと？電車来た。こないだ俺初めて電車に乗ったんだ。ああ、だから記憶喪失になって初めてって意味。大きい川が流れててさ。そんなのないよ。あ、この街の外には何もないよ。どういうこと？眠くなったでしょ。街の外に出るとみんな眠くなる。このガスのせいだよ。音楽？音楽にはね、目には見えないけど音の精霊が隠れていてね。音の精霊？そしていつも演奏する人の心を見てるんだ。茜君、帰りが遅いな。心配だな。今日は怪獣を作らなくていいのかな。わかる、それな。でしょ、事情があるとは思うけどさ、怪獣が出ない回とか作っちゃダメだよね。くぅ、わかりみがやばい。怪獣って本当は主役じゃん。なのにやられ役だと思われてるよね、そういうのの。あ、うん、でも俺はどっちも好きだから。響くんってさ、どう思う？何？いきなり。何の話？記憶喪失になってからなんか変わったよね。いや、そりゃまあ記憶がないんだから変わったりはするでしょう。そういうことじゃなくて、なんか隠してると思う。なんかって？だからそれを君に聞いてるの。なんでこの街だけに怪獣が現れてると思う？え、なんか知ってるの？今までこの街に現れた怪獣は全部一人の人間から生まれたの。一人の人間から？そう、一人ぼっちの人間の心から。それが新城茜。内海くん、響くんと仲いいんでしょ？うん。なら、あの人のことよく知ってるよね。知ってるなら教えて。新城さんが？新城茜は怪獣を使って街を壊して街を直す。何度もそれを繰り返す。
繰り返してきた。私はずっと前からここで見てた。なんでそんなこと。気に入らない部分を直すためだよ。あの子にとってこの町は世界の全部。怪獣を作っているうちに、あの子の心が、この町自体が怪獣みたいになっちゃった。今まで怪獣の犠牲になった人たちって、新庄茜が気に入らなかった人たち。好き嫌いで人を。仕方ないよ。新庄茜はこの世界を作った、君たちにとっての神様なんだから。神様。そう。いや待ってよ、その話が本当なら神様にしては歪みすぎでしょ。そう、彼女は歪みすぎているんだ。だからきっとその心を利用された。外から来たとても危険な人に。それって宇宙人とか。ああ面白いね。教えてよ。響くんが何か隠してるなら。言えない？言えないこと？ねえお願い。確かに、確かにユータは変わったかもしんないけど、ユータであることは変わってないよ。俺とユータの関係も。もういいや、わかんない。響くん、早く記憶が戻るといいね。ごめん、俺は新庄さんを巻き込んだりできない。君が怪獣なら、なんで新庄さんの味方をしないの。私は新庄茜から生まれたわけじゃない。え？私は元からここにいた怪獣だよ。ツツ時代が生まれるずっと前から。全部乾いてたでしょ。あ、この間校外学習行った時さ、駅の近くでアンチ君を見たんだけどさ。新庄さんがこのままだと、これからも怪獣は生まれ続けるの？うん、今までずっとそうだったから。ありがとう。俺のやるべきこと、また少しだけ分かったような気がする。私にできることはこれくらいだから。どうして俺に？お礼というか、恩返しというか、私の先代がお世話になったんだよ、君に。ごめん、何も思い出せなくて。ううん、会えてよかった。なんで神様が普通の都立校通ってるんだろう。見つけたぞ、響きユータ。いや、グリッドマン。な、何？死ねえ！マックスさん！邪魔をするな！どけ！俺が倒すのは貴様らではない、グリッドマンだ。よく見ろ、響きユータは人間だ、グリッドマンじゃない。いや、そいつがグリッドマンであることは知っている。殺させろ。この声、あの怪獣だ。よく考えろ。ユータを殺せばグリッドマンを倒せなくなるぞ。どういうことだ。ここにグリッドマンはいない。違う、そいつがグリッドマンだ。よく見ろ、どう見ても人間だ。今日は見逃してやる。なんだ、
あいつ。大丈夫か、ユータ。はい、ありがとうございます。あいつ、多分怪獣だ。怪獣が変身してるんだ。聞き覚えのある声だが、あれが怪獣？いや、変なこと言ってると思うけど、今日はそう思うんです。直接ユータを狙ってくるやつだ。念のためグリッドマンに報告しておこう。これから？時間がない。店が閉まるぞ。じゃん。ちゃんと殺してきた？グリッドマンは見つからなかった。は？グリッドマンは見つからなかった。やっぱ全然わかってないじゃん。やはり茜くんが心配だな。しまいそう見つめる景色、空の青さも全部